パンクが発祥したっていう、そのイギリスものすごい当時混沌としてたんですよね。すごいカオティックだった。チャンスがあるような気がするんですよ。人一人の気持ちは変えられるっていうか、世の中にいい音楽が流れていればノンミュージックのライフ